金子種苗株式会社2020年ユーストマ展示会試作品種編。皆さんこんにちは。金子種苗ユーストマ紹介動画をご覧いただきありがとうございます。この動画では産地で試作を行っている試験販売候補8品種をいち早くご紹介いたします。紹介は当社の育種担当北爪より行います。それではご覧ください。2021年の試験販売候補の4品種です。K の488は木崎栽培向きのがっちりとした純白の大輪フリーズ咲きです。純白度が高く花弁数の多いボリュームのある花型で、花弁が非常に厚く茎も硬いのが特徴です。また茎折れやチップバーンの発生が少ないといった特徴も兼ね備えています。レガロと比較すると花の大きさは同程度で、フリンジは弱くなりますが、花首が徒長しにくく茎が硬いため開花後に花が垂れることはありません。相番性は中手で、中間地及び交換冷地では7月から9月の出荷が適していると思われます。樹勢が強いため高温期でもボリュームのある草種となりますが、秋出荷ではブラスチングが発生しやすくなります。団地では11月の出荷が適していると思われます。 K の492は抑制栽培向きの濃い紫のフリル咲きです。晩生の中大輪フリル咲きで、定植時期が高温期となる抑制栽培で草丈と枝数が確保しやすいのが特徴です。これぞブルーと比較すると花色は濃く花はやや小さめです。樹勢が非常に強いため多肥栽培ではチップバーンが発生しやすく、草丈や株のボリュームが確保しにくい土壌での栽培がおすすめです。中間地及び交換冷地では花弁数がやや少なくなりますが、8月から9月の出荷が適していると思われます。団地では7月下旬定植の10月出荷が適していると思われます。チップバーン対策としてハウス内の風通しを良くする管理をおすすめします。 K の487はゴージャスな黄色の大輪フリンジ咲きです。ジュリアスタイプの花型でフリンジが強く花弁数も非常に多いのが特徴です。花の大きさはジュリアスブルーと同程度の大輪咲きです。ルカゴールドと比較すると花色はやや薄くなりますが、フリンジが強く花弁数も多いため花のボリュームはあります。樹勢は強くチップバーンの発生は少なめですが、多肥や多管水の栽培では茎折れが発生するためやや抑えた作りがおすすめです。相番性は中手で、中間地及び交換冷地では7月から10月の出荷が適していると思われます。8月から9月の出荷でも草丈は十分確保できますが、枝数はやや少なくなります。団地では11月から4月の出荷が適していると思われます。短日期でもブラスチングの発生が少ないため長期間の出荷が可能で、今年の2月中旬に高知県で開催されました第66回全日本花卉品種審査会では1等を受賞しました。ルカゴールドと同様に花首がやや伸びやすいため、生育期間中に枝数とつぼみを調整し花首を硬くする管理をおすすめします。 K の495は濃い緑色の中大輪フリル咲きです。発色の良い緑色で、チップバーンや茎折れ、ブラッシング等の発生が少なく生育が素直なのが特徴です。花色はラファエルやマスカルグリーンと同程度の濃さで、これらの品種と比較して草丈の確保は容易です。またラファエルやマスカルグリーンのようにノーマル八重の混じりはなく、花型はすべてフリル咲きで揃います。相番性は中手で、中間地及び交換冷地では7月から10月の出荷が適していると思われます。8月から9月の出荷でも草丈と枝数は確保できますが、花弁数はやや少なくなります。団地では11月から4月の出荷が適していると思われます。秋から冬にかけての出荷では夏出荷と比較して開花はやや遅くなります。
2022年の試験販売候補の4品種です。 K の496はフリンジの強い白八重です。ジュリアスタイプの花形でフリンジが強く花弁数が多いのが特徴です。レガロと比較して花は小さめですが茎は固くしっかりしています。またジュリアススノーと比較すると草丈は低く純白度でも劣りますが花は大きめでボリューム感はあります。相番性は中手で中間地及び高寒冷地では7月から8月上旬と10月の出荷、暖地では11月から12月にかけての出荷が適していると思われます。低日照期にはブラスチングが発生しやすいため年明け以降の出荷は不向きと思われます。ジュリアスシリーズの純白タイプについては今後も力を入れて開発を行っていく予定です。 K の497は花弁が厚く茎も硬いバラ咲きです。花弁が厚く花持ちの良いフィーノシリーズの純白タイプです。花弁茎ともに非常にしっかりしており輸送性が良いのが特徴です。相番性は中手で中番性のフィーノライトピンクやフィーノブルーと比較すると草丈はやや低めです。中間地及び高寒冷地では7月から8月上旬と10月の出荷、暖地では11月から12月上旬の出荷が適していると思われます。高温期を経過する8月中旬から9月の出荷では草丈が伸びにくく花弁数も減少する可能性があります。また低日照期にはブラスチングが発生しやすいため年末以降の出荷は不向きと思われます。 K の497は中手ですが同様の花色と花型で中盤性タイプの試作も行う予定です。 K の502はアンティーク色のフリンジ咲きです。薄茶色の中大輪咲きでフリンジがしっかりと映える花型が特徴です。弊社ではクラシカル、アンティーカ、ウェーブクラシカの3品種のアンティーク系があり、これらの品種と比較すると最もフリンジが強い花型になります。茎はやや細めですがウェーブクラシカと比べると固くしっかりとしています。また草丈もやや低めですが分枝性には優れており枝数の確保は容易です。相番性は中手で中間地及び高寒冷地では7月から8月上旬と10月の出荷が適していると思われます。暖地では11月から4月出荷の作型を想定していますが低温期の発色や低日照期のブラスチングの有無については今後確認していく予定です。 K の500は花型に特徴のある秋出荷向きの中大輪八重です。薄黄色地に濃いピンクかすりが入った中大輪咲きでやや剣弁で立体的な水田のような花型が特徴です。花弁は非常に厚く茎もしっかりしており草丈の確保も容易です。同系色のハーレスピンクと比較すると花弁数はやや少なめですが花は大きくボリューム感があります。相番性は中盤性で中間地及び高寒冷地では9月から10月の出荷、暖地では10月下旬から11月の出荷が適していると思われます。ご紹介した品種の特性表は動画説明のリンクからダウンロードいただけます。他の動画もぜひご覧ください。ご視聴ありがとうございました。